ご紹介いただきました環境省の地球環境審議官小橋でございます今日は大変多くの参加者の皆様方を集まりいただきまして心から歓迎を申し上げます、えー、まあとりわけ海外からお越しの皆様方 新年始まったところでございますがあの心から来日を歓迎したいと思いますまたあのこのシンポジウムに向けて関係者の皆様方ご尽力いただいた方が大変多いというふうに承知しておりますが心から感謝を申し上げます本日はこの2030年持続可能な発展目標日本と世界の変革に向けてと題しまして環境研究総合推進費 S11 位 これは持続可能な開発目標とガバナンスに関する総合的研究とまあ大変壮大な研究でございますが3年間の総括報告が行われる、まあ、それにちなんでの一般公開シンポジウムということでございます一言ご挨拶を申し上げたいと思います、まあ、ちょうどあの今新年が始まりまして、えー、まあ毎年年初めは新たかな感じがするわけでございますがとりわけあの今年は まあ、新しい世界が切り開かれていくのかなと、まあ、大きなあの期待を持って迎えたところでございます。ご承知のとおりでございますが、昨年、えー、地球規模の課題につきまして、大変大きな国際的な合意が2つ、えー、ございました。1、えー、つは年末の COP21 におけるパリ合意でございます日本としても丸川環境大臣 それからこの後登壇される大池外務省地球規模問題審、えー、議官をはじめ、えー、多くの関係者が積極的に参加をいたしまして、合意に至りました。これはまああの世界の国々が、まあ、改めて、この気候変動という大きな課題に、えー、それぞれの立場から立ち向かっていく、まあ、再スタートの大きな、えー、合意であるという,うに考えております。そしてもう一つがあの9月の 国連サミットで採択をされました持続可能な開発のための2030アジェンダであると思いますまあ、これらの合意を受けまして今年は実施に向けた極めて重要な第一歩の年になろうかと思います2030アジェンダの実施とりわけ持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けた、えー、これから大きな取り組みが一つでございますが環境省の考え方につきまして、えー、ちょっとご紹介をさせていただこうかと思います 2030アジェンダ、えー、3つ大変重要なあ切り口、点があろうかなというふうに考えております。1つ目は、この2030アジェンダは持続可能な社会を達成するために必要な環境、経済社会のこう3側面を、まあ、不可分なものとして統合的に取り組んでいくということであるというふうに思っております。えー、そういう意味で、この SDGs には、まあ、大変多くのお、まあ、幅広い ゴールでありターゲットでありますが数多くの環境関連のゴールターゲットが含まれております例えば持続可能な消費と生産気候変動生物多様性まあ、こういったものはまあ、これ自体が大変大きな幅広い環境関係のゴールでありますがあのその他にも貧困質の高い教育持続可能な経済成長こういったゴールの中にも 環境関連のターゲットがいいろろ含ままれております、まあ、そういう意味で、えー、環境政策の実施機関であります、日本の環境省としまして、この SDGs の実施に向けた責任は大変大きいというように実感をしているところでございます。そして2番目ですが、この2030アジェンダの特徴として、実施に向けて多様な主体が関与していくと。 いうことが必要であるということでございます、えー、アジェンダの中でもグローバルパートナーシップの重要性については何,何度もまあ言及をされております、えー、これを国内で実施していく際も多様な主体とのパートナーシップこれが大変重要であると思っておりまして環境省としてもおこれに、えー、積極的に取り組まれている民間の企業の皆様それから npo の皆様まあ幅広い 関係者と一層前向きに、またご一緒に取り組めるような環境を整備していきたいという,うに考えております。そして3つ目にこの多くのゴールとか、ターゲットはまあ,あのいろんな、えー、性格によって書かれ方がしておりますが、あの基本的にはまあ、叙述的である、あるいはまあ、究極的な目標が示されております。 まあこれから15年間にわたって目指すべき社会の方向性を大きく示していると、こういうものであると思います。まあ、従いまして、目標を達成するために取るべき活動とか、その工程がま細かく示されているわけではございませんで、これは実施主体の創意工夫努力、こういったところにま委ねられているものというふうに考えております。まあ、こういったあの特徴を踏まえますと、関係するステークホルダーの皆様方がま一堂に会して、 この SDGs の実施に率先して取り組んでいく、そういう主体が、えー、それぞれにまあ実施に至った経緯で,と経緯ですとか、モチベーション、あるいはその取り組みの効果などにつきまして、発表したり、共有したり、まあ、こういった場を設置することが、この SDGs の実施に有効ではないかというように考えているところであります。先進的な取り組みを共有し関係者が認め合うことで 他ののの下への波及とといいうものも考えられると思います、えー、今年もまたあの大きなあ国際的な催しがございまして、えー、5月、ま、G7 のサミット自体も我が国が議長局でございますが環境関係でも G7 の環境大臣会合 これを富山で、えー、日本がまあ主催する形で持つと、こういうことになっておりまして、まあ、こういった場面における国際的な議論も見据えながら、えー、取り組みをまあど,うしどうした形で進めていき、それがまあ国際的な転換にもつながっていくか、こんなことも考えてまいりたいと思っております。まあ、以上申し上げましたようなアイデアにつきましては、この後のパネル討論の中などでもご紹介をさせていただきますので、どうか。 多くの皆様方から忌憚のないいろんなご提案ご意見をいただければ大変幸いでございます。今日のこのシンポジウムがま課題の多いこの地球にありまして最先の良い議論のスタートとなっていくということをお祈りをいたしまして私からのご挨拶といたします。どうもありがとうございました。